阪急宿川駅付近地図宿川河川敷緑地は、兵庫県西宮市にある公園である。宿川公園とも呼ばれるがこれは、通称で、正式名称は、宿川河川敷緑地である。西宮市の宿川の河川敷沿いに、南は、高路園浜の海岸部から、北は、銀水橋までの、約4キロメートル、20.8ヘクタールにわたって、街路として整備された。 公園緑地である。桜の名所でもある。なお、公園へ続く、川沿いの道路は、宿川アシスロードと呼ばれている。1937年、当時の金額で34万円余りの費用と、約5ヶ月の時間をかけて造成され、同年5月17日午前10時から、上流の阪急紅葉線クラクエン口駅東側で、春式が盛大に行われた。 大正から昭和にかけて、阪神地域では、石屋川、向こう川などで、河川改修に伴って、廃下川敷が売却処分された。そのため、神戸市の石屋川では、数百年来の松林が消滅したという。宿川でも、宅地開発を目的として、廃下川敷の処分を求める声が高まっていたが、兵庫県並びに、西宮市は土地が、 民間に払い下げられて開発されると、古来の風地が損なわれて永久に取り戻すことができなくなると憂え、宿川の緑地保全に動いた。1928年から西宮市は3度にわたり、宿川両岸の公園としての都市計画決定を兵庫県知事に上申した。一方、民間からは同時期に宿川の河川改修と不要国有事務所払い下げ出願。 河川埋め立て出願がなされた。昭和初期当時の大蔵省は国家財政難対策として国有地の積極的な売却処分方針を打ち出しており、そのための視察団が1931年に宿川を訪れる運びとなった。この動きに対抗して都市計画兵庫地方委員会は翌1932年6月21日及び7月11日に 委員会を開催して、宿側の講演カ案を都市計画事業として取りまとめ、内務大臣に申請した。地方委員会出席者には、兵庫県知事をはじめ、西宮市長、内務省棋市など25名が名を連ねている。これに基づき、同年8月17日、宿側は都市計画道路として、計画並びに事業を決定された。右岸一帯が、 都市計画街路一等当時第三類、第17号線、左岸一帯は、同18号線とされた。しかしその内容は、面積、約20ヘクタールの帯状の緑地公園であり、名称としても宿川公園が用いられた。事業期間は、1932年から1937年、事業費30万3500円とされた。財源内訳は、 特別資税61%が最大であるが、受益者負担金27%が、ついで大きい。これは、宿川公園の整備によって、周辺の公共団体及び居住者が、緑の多い良好な生活環境の形成と、水害防止という恩恵を受けるものとして、公園の両側それぞれ、約270メートルの範囲について負担金を求めたものである。 事業費は、工事中の昭和9年の室戸台風、昭和10年の水害によって、復旧や設計変更が生じたため、最終的に34万7897円となった。宿川公園の設計において重要とされたのは、水害防止、松林をはじめとする既存樹林の保存、商用利用を可能にする遊歩道の整備、であった。まず、十分な 川崎を確保するために、河川敷福院は、川口付近で25メートル、最上流で9メートルとされ、両岸に、堅固な石積み五岸、計3340メートルが築造された。標準断面は、川幅9メートル、五岸石積み高2.5メートルで、増水時にも対応する円滑な流水が図られた。川床勾配は1。 250から1、200とされ、落差1.5メートルの園庭が7カ所作られた。川には、随所に、飛び石の渡過地点が設置されたが、流水を妨げることはない。松林の保存は、両岸ともにあや,や複雑な地形の起伏をできる限り、そのまま公園に取り入れることで図られたという。護岸と舗装道路を除いては、土地の切り盛りは、極力避けられ、 傾斜が急なところには、地形上の収まりと風地を兼ねて、のづらい質味等が施された。松林は春光当時と現在で大きな違いはなく、現在、おおむね樹光15メートル程度のものが多い。もっとも春光から80年余りを経ており、当時侵食した内木であってもこの樹光に達し得るので、いずれが当初からの保存樹木であるかは、判断が難しいが、 記事と応募式、変わった樹形のものも大切に保存されており、これは昔から当地にあったものと考えられている。都市計画決定、受益者負担、風地地区指定による両岸近接区域における緑の保全といった整備手法にも先見性が満ちており、緑道、グリーンインフラ有料事業の元祖である。1949年、千本の桜の赤木の 植樹が行われ、桜博士と呼ばれる、笹部慎太郎が管理、育成、植樹の指導を行った。1990年、日本桜名所百選に選定された。林光線から北宿川橋付近までの約 2.7km に、約1700本の桜の木が植えられている。かつて花見の時期には、特に、阪急宿川駅から九楽園口駅にかけて、 多くの露店が立ち並んでいたが、ゴミの不法投棄が多い、桜の景観を損ねているという周辺住民からの苦情が相次いでいたことから、2012年より、市によって出店が禁止されている。加えてバーベキューなど、カキの使用も禁止されているが、地面にシートを敷いて、弁当を食べたり、桜を見て楽しむことができることから、花見客の最も多い区間である。なお、 阪神航路へ2駅避難はさほど人が多くない。毎年4月初旬に西宮桜祭りが開催され、桜巡り、ウォークラリーなどのイベントが行われる。公園には駐車場がないほか、公園周辺の道路も駐車禁止となっている。指導拡張と一体交差化による県道の踏切渋滞,滞解消を目的とした都市計画変更が立案されたが、このうち、 阪急紅葉線の倉楽園口駅から紅葉園駅にかけての区間を道路の地下へ移設するためトンネルを露天掘りするにあたって当初計画では宿川公園の樹木を数百本近くの伐採を伴うものであったこの計画に対して地域住民からの反対意見が多くあったことから計画を変更したため公園の樹木は守られることになったが 地域住民で組織するオンブズマンなどは変更案についても引き続き別の観点から有料表明している。ありがとうございます。